皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。カイロ時事、ブリンケンマイ国務長官は20日、中東歴訪最後の訪問地カタールの首都ドーハで記者団に対し、イスラエルとイスラム組織ハマスが戦闘を続けるパレスチナ自治区ガザの停戦交渉について、時間が最重要だ、と述べ、数日内に交渉を妥結させる必要があると強調した。一目でわかる。 イスラエル軍の作戦エリアと侵入したとされるエリア。交渉では、ガザ南部のエジプト境界地帯での軍の駐留継続に向け、イスラエルのネタニヤフ首相が強硬姿勢を崩していない。ハマスは軍撤退を主張しており、米国が先週示したイスラエル、ハマス双方の溝を埋める提案にもかかわらず、進展が見通せない状況だ。 イスラエルのメディアによると、ネタニヤフ首相は20日、ハマスに拘束された人質の家族らと面会し、対エジプト境界地帯での軍中流に関し、いかなる状況下でも撤退しないと表明。停戦合意したとしても、ハマス壊滅に向けた戦闘を再開する考えも示した。ブリンケン氏は、米国はイスラエルの長期的なガザ占領を受け入れないと説明。 これまで合意できた部分にはガザからの軍撤退に関する日程や場所が含まれており、イスラエル側も同意していると強調した。米高官は AFP 通信に対し、ネタニヤフ氏の発言は建設的ではないと批判。ネタニヤフ氏は19日、ブリンケン氏に米提案を受諾すると伝えていただけに、交渉に水を差す発言に米側は苛立ちを強めている。どう思いますか 気に入っていただけると嬉し,しいです。また次回お会いしましょう。